はい、皆さんおはようございます。おはよう先生です。皆さんが普段何気なく使っている色にも、あなたの人生のように様々な紆余曲折があって今があります。差別の象徴にされていたものもあれば、技術革新とかね、あと文化とともに定番化した色もあります。今回は定番の色であるピンク、あとね、緑、紫、白、青、赤、黒、黄色について語っていきます。色ごとに短い動画にして分けて投稿してますので、好きな色からね、ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。はい、今日は赤です。たくさんある色の中でも目立つ色といえば赤ですね。目立つので権力とか権威の象徴として世界中で広く使われてきました。鉱物とかね、昆虫から簡単に取れるっていうのも広まった要因です。古代ローマ時代には戦場の色として軍服にもしばしば使われてきました。キリスト教ではキリストが流した血のイメージによって尊い色として扱われてきました。そんな中、1770年、イギリス議会では赤い唇を禁止する法律を作っていました。赤い唇を塗っている女は魔女だ、赤は男を誘惑する色だからというのです。すっごく童貞臭い法律ですね。すでに産業革命が始まっている時期です。魔女狩り時代末期の事件でした。赤といえば共産主義国家の国旗のデザインです。まあ、大体赤が中心です。この赤も血のイメージから来ています。革命の色として赤の始まりはフランス革命ですが、19世紀前半から中盤にかけてドイツにも産業革命の波が押し寄せ、資本家と労働者の対立が浮上したところ、労働者のデモによって血が流されたことが決定的となって共産主義の色として定着したようです。はい、今日はここで終わりです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。他にも色があるのでぜひ見てください。じゃあまた見てね。バイバイ。